ピーター・セラーズ、CBE は、イギリスのコメディアン、喜劇俳優。イギリスのハンプシャー、サウスシー生まれ。本名は、リチャード・ヘンリー・セラーズ。幼少時から両親に死産した兄の名前である、ピーターと呼ばれていた。両親ともに、芸人で、2歳で、初舞台を踏んだ。ダンスのほか、ウクレレやバンジョーなど、楽器の演奏にも、 才能を表し、ジャズバンドのドラマーとして、公演旅行も行った。また、ウィンドミルシアターに出演したことでも知られている。第二次世界大戦中に、イギリス空軍に入隊し、終戦までに兵長に承認した。異問の任務で芝居をしていたほか、任務の合間に、上官のモノマネをしていたことが、後の演技に役立ったようである。映画、ピーター・セラーズのマウスや、 博士の異常な愛情、または私は、いかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったかでは一人三役を演じ、ソフトベッズ、ハードバトルズに至ってはナレーターを含めて実に七、役に噴する会演を見せるなど、作品ごとに声や発音を使い分け、フランス人、イタリア人、インド人、中国人、日本人ほか、様々な国のキャラクターを巧みに演じ分けて、 観客の笑いと簡単、そして、天才の名を得た。成功は、比較的、遅かった。あるテレビプロデューサーと話をしたいがために、当時有名だったコメディアンケネス・ホーンの生体模写を、して、電話をかけたという。その後、BBC ラジオの、ザ・グーン・ショーに出演することになり、スパイク・ミリガン、ハリー・シーカム、 マイケル・ベンティンラのコメディアンたちと共に人気を得て、後に黎明期のテレビへも進出することとなる。1950年に映画初出演。1956年のマダムと泥棒でコメディアンとしての評価を得る。1959年にはイーリングスタジオ制作の喜劇に出演した。1963年に公開されたピンクの表で演じた。 クルーゾー警部は脇役であったが、主役を食うほどの報復絶当のお演技で一役話題となり、クルーゾー警部を主役に据えて制作されたピンクパンサーシリーズで世界に名を馳せる俳優となった。1964年には、スタンリー・キューブリック監督の東西冷戦と恐怖の均衡を風刺したブラックコメディ映画、 博士の異常な愛情にて、気弱ないイギリス空軍将校、真面目なアメリカ大統領、大統領顧問を務める、元な地科学者の三役を演じ、アカデミー主演団優勝に初ノミネートされ、1979年公開の、チャンスでも二度目のアカデミー主演団優勝のノミネート、さらには、ゴールデングローブ賞主演団優勝を受賞した。1980年夏に、 心臓発作のため54歳で急性。39歳で大きな心臓発作に襲われて以降、ペースメーカーを装着していた。彼の死後に公開されたピンクパンサー X は未公開フィルムをつなぎ合わせたオマージュ的作品である。公開順では天才悪魔、風満中が後であるが、撮影順による最後の作品は1979年公開のチャンスであり、 同作が異作がとなる。また、ジョージ・マーティンのプロデュースで EMI から多数の歌やコントのレコードをリリースしビートルズの熱狂的ブームの時にはビートルズをネタにしたレコードもリリースした。セラーズはいくつかのコメディシングル及びアルバムをリリースしている。その多くはジョージ・マーティンによってプロデュースされた。ありがとうございます。